ないと。すみません、桐生さん。いいんだ。お前の状況これからどうします？もう少しカムロ町でハルカを知ってるに。俺の自由が聞けば手ず。いや、無理する。あちゃ。あいつらは。一番後ろのやつはエドって呼ばれてます。最王会のメンバーで、俺を探してます。エド。文句言うわけじゃないんですけど、キリオさん。あ、目そろした。今日カムロ町に面白い男が現れたと聞いてたが、そいつを追ってきたら秋山さんまで連れたよ。あいつ、お前が逃げ回るほどの相手なんか。まあ、会社畳んで下水に引きこもりたくなる程度のやつです。見違えたな、秋山さん。前からおしゃれだったが、もう私のような凡人には理解できない着こなしだね。そしていちいち尺に触ることを言うんです。秋山さんのお連れの方。なるほど、雑魚じゃ。お前登場会元4代目会長、我々のリストにも名前。桐生さん、無所で体なまってないでしょうね。どうだろうな、朝のラジオ。健康的ですね。哀れだが、極道は死に場所を得る。二人とも共に死ぬのがいい。連中だ。一人を相手に二人がかりとはない。よく言うよ、そこに倒れてる四人はあんたのお仲間だろう。今日のところは。正直、俺一人で手に負える相手じゃありません。一緒にいたのが桐生さん。ああ、それでもマフィアってのはあんなのが特別なやつだと信じたいです。何にしてもこの隠れ家はもう使えません。外に出ましょう。